メタセコイアが来いよって言うから会いに来ました。テピッケです。よろしくお願い、運転中運転中、よろしくお願いいたします。さということで、今回私 TPK はなんと新入社員合宿研修でメタセコイア並木にやってきたということなんですね。まあ、なんで今噛んじゃったかっていうと、新入社員研修に関しまして3日間熱い思いをぶちまけたからなんですね。ということで、いや TPK お前新入社員研修やってるのか。そうなんですよ。もうね、教習所業界で20年以上働かせていただいて、その中で仕事っていうのはこういうことなんだよってことを熱く語らせていただく、もちろん熱く語っているだけじゃないんですけどね、インプットして新入社員の方にアウトプットしていただいて、働くということはこういうことなんだよ、少しでも熱き思いが伝わって、そして新入社員の方も熱くなる、そんな新入社員研修になればいいかなと毎年毎年毎年思っています。その中でですよ、特に働いているこの動画を見ていただいている皆さん、ひょっとしてネガティブになってないですか。日常に追われて生活ってネガティブになったりしますよね。でそこでですね、とある会社の社長さんもこんなこと言ってますよ。仕事っていうのは技量があって熱量があって考え方があるんだよと。でもその考え方がちょっとでもマイナスになっちゃったら、いい仕事なんかできませんよね。なのでその思考力ですよね、この考え方思考力っていうのを少しでも新入社員の方に伝わればということを3日間お届けしてます。もしですね、少しでも興味がある方は月の教習所に、失礼しました、デフロスターに問い合わせていただいたら、またねどっかの会社の新入社員研修で月の自動車、デフロスターが出向して講義をする、こんな夢も実現するんじゃないかなって思いますよね。じゃあネガティブでなんだっていうと、もう本当ねよくある話なんですけど、もうコップの水が半分あって、半分しかない、どう思うかで人生でめちゃめちゃ変わってくる。でこれって、コップの水半分って半分もある、よかったって思う方がいいに決まってるじゃんって思いますよね。でそれってそっちがいいやんって思うのって簡単なんですけど、日常の生活の中でそういう風に思えるってなかなかないんですよね。そもそも人間の思考って、いろんな諸説はあるものの、約7万回思考するなんて言われてます。その7万回人間は1日で考える中でほとんどがネガティブ思考なんて言われてるんですよね。なのでちょっとしたことですぐマイナス思考に陥ってしまう、これはもういろんな書物にも書かれていることなんですよね。なので仕事の中でですね、少しでもポジティブになっていただけるような習慣づけをしていただければということを、新入社員さんにはお伝えしてますよね。やっぱりね、結論から言うと、明るく元気にワクワクを仕事してくれたら一番いいじゃないですか。若い人っていうのは本当に元気よく挨拶をして情熱を持って、不器用でも噛んじゃっても仕事が下手くそでも、接客業だったらお客さんへの熱量が伝わったら、そしてプラス思考で働いてれば、そんな社員さんに対して同期であったり先輩であったりお客さんも心打たれて、この会社っていいなとか思ってもらえますよね。そんな新入社員の方を少しでも育て上げられればいいかなと。もう微量ですよ、もう TPK なんて本当微量ですけれど、あとは個人個人の成長につながっていければいいなと思いますね。本当に、元気でワクワクと働くっていうのは、そもそも、人を楽しましたり人に必要とされたりすることです。何も人に必要とされるって言ってもすごく大事なこと大きなことをするわけでもなく、本当に明るく元気に前向きな表情で、いてくれたら、本当にそれだけでもういてくれるだけで、必要ってされますよね。おはようございますとか、だるいっすとか、もう背中丸めてどんよりと紫の煙出して出勤してきたら、いやもう何だお前みたいな、お前のこと必要なんだよ、紫の炎を出してるお前が我が社には絶対必要なんだよってなるかこの野郎、なるかそんなんってね。だから誰しもですね、新入社員の時っていうのは私もそうでしたけど、モチベーションって基本高いじゃないですか。モチベーション低い新入社員ってもうその時点でもうあーってなりますよね。誰だってモチベーションは高いんですよ。でそれをどうやって維持していくかっていうのは、もちろん個人個人の考え方なんですけれども、それをやっぱりサポートするのが会社であって新入社員研修なのかなって思いますね。本当
そんな若手社員の育成の少しでも力になれればいいなと思ってるわけですよ。メタセコイア並木ね、うん、終わっちゃいましたけれども、でここで観光地って言ったらいいのかな、こう景色のいいところ、景色のいいところをね走る時のドライビングポイントなんてのですね、軽く紹介して終わっちゃうと思います。さあこのトンネルをくぐると一体どこに行くのかっていうと、琵琶湖沿いやってきました。いやといっても道を知ってる方はですね、いやいやそこのトンネル抜けても琵琶湖沿いじゃないでって思わはるかもしれませんけど、まあ、そうなんですよね、まあ、そこはあまり気になさらずね行きたいと思うんですけれども、やっぱりねメタセコイア並木にしても、まあ、湖岸道路にしてもその他もろもろ日本全国いろんな、まあ、ドライブコースってあるじゃないですか。やっぱりどうしても景色が綺麗だったりすると、まあ、脇見運転になっちゃったりするので、そういったところ気をつけていきたいですよね。まあ、日本に限らず世界中での交通事故っていうのはやっぱり大半ですね、追突っていうのが割合として非常に高いので、まあ、その原因としては車間距離の不保持であったりもするんですけれども、まあ、車間距離の不保持だけが原因ではなくて、やはりその中で決定的なその原因となっている、まあ、脇見をしていたり考え事をしていたりですね、まあ、いろんな要素があるわけなんですよね。まあ、なので景色のいい時にですね、そこを気にせず前に集中して運転する、意外と難しいですよね。やっぱり景色も楽しみたいですから、まあ、なのである程度前の状況前方を把握した上でこう景色も楽しみながら、まあ、特に視野の中で前を見てるんですけど、その自分の視野の映る範囲で、景色をね目で見て心で見て心で景色を見て行ければいいのかなと。でやっぱりまあ脇見をするなっていうのは簡単なんですけど、現実脇見をするなって言われても無理じゃないですか。今私左後ろ確認しましたけど、まあ、言うなればこれも立派な脇見になっちゃいますからね、前方から視線をそらすわけなので、なのでいかにいい脇見をするかですよね、いい意味で、うん、前の状況を把握した上でルームミラーやサイドミラーを見る、ミラーの弱点もいかに前の状況を把握した上で目視をする、免許取り立てであるとか初心者時代っていうのはこれがなかなか難しいんですよね。まあ、私もサイドミラーなんかで横の空間を確認するときにやっぱり運転に慣れてないときってこうじっくり見ちゃうんですよね。で言われましたよ、教習所の教官に。そう、あ、そうそう、思い出した、あ、思い出したわ、前降りてきたな、サイドミラー見る時間長すぎると、もっと短くせえと、こうねチラ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 横の空間気にしてたら、TPK お前、いや、まあまあ TPK と言わないですよ教官はね、TPK お前サイドミラー 見る時間長い、もっと短い時間で確認しなさいって言われて、でもこっちはまだその確認に慣れてないですから、短い時間で確認をするとね結局把握できないんですよね。まあ、なのでこれはやっぱり実際に仕事をしててもやっぱり生徒さんを見ると同じで、サイドミラーを見るとやっぱり時間がかかるんですよね。ティッティッみたいな、もう 0.78 秒ぐらい見ちゃってる方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。でそういった方に対してもっと短い時間で確認せえとか言われても無理ですから、ただこれはね私はもう時間が解決してくれると思うんですよ。これは私の体験上、サイドミラーを見る確認の時間を短くしろって言われてすぐに短くなるもんでもないし、言うなれば判断を早くしろって言われてもそんなものは無理に決まってるわけで、じゃあどうするかっていうと、その判断する機会を回数重ねるしかないですよね、確認の機会を重ねるしかないですよね。そうすることで慣れてきて徐々に研ぎ澄まされて、確認する時間が短くなったり判断する時間が短くなる。でそれを、まあ、指導員という肩書き上、なんとかその生徒さんをなんとか上達させたいがためにですね、判断の時間早くとかサイドミラーを見る時間短く、正解なんですよ、言ってることは正解で正しいんですけど、じゃあできるかっていうとできるわけないので、私はそういうふうには伝えるんじゃなくて、まあ、サイドミラー見る時間がどうしても長くなっちゃうよねと。でもだからといって怖がってミラーに目を向けなかったら一生ミラーを見ることができないドライバーになっちゃうよと。だからせっかく横に指導員が乗ってるんだから、その間にミラーを見る判断の機会をたくさん、右折で悩む機会をたくさん作ったりして、その機会が多ければ多いほど徐々に判断の時間であったり、サイドミラーを見る時間が短くなってくるよと。指導員が横にいる間にどんどんミラーを見る習慣をつけていってよ。こんな風にねお伝えしますね。どうですか、
なんかいいこと言ったような気がするんですけどね。うん。何の話でしたっけ？結局のところ、観光地であったり景色の綺麗なところは脇見をしちゃうよねと。でも現実、確認、後ろの確認も脇見なんだから、前方の状況を把握した上で、いい脇見をしようねっていう、まあそんな私の考えをちょっとお伝えさせてもらいましたけれどもね、いかがだったでしょうかね。ということで結局のところ、まあ脇見はしない方がいいんだけれども、後ろの確認をするのも脇見だよねっていう話をさせてもらいました。私の考え、結論なんですけれども、視線は反らしても意識は前方から反らすなっていう話ですね。意識だけは絶対前方から反らさずに周りを把握する。そんな感じでどうでしょうか皆さん。少しでも私のイメージ、気持ちが普段運転している中でちょっとでもこう運転に悩んでいる、どうやったらいい運転になるんだ思っている方の参考になれば嬉しいなと。そして皆さんのコメントお待ちしてます。皆さんのコメント、いいねボタンが私のモチベーション、そして今後の動画作成のクオリティのアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。以上、PPK でした。